いやー、かわいいアブリボン、やっつけたけど。よし。いや、さっきあっちから行ったけん、次こっちからね。関係ないかもしれんけど。さあ、来い。来いっていうか、私からぶつかって行ったけど。人呼んで技のデパート。と言っても、ポケモンが同時に覚えられる、同時に覚えられる技は4つまでだかな。人呼んで技のデパート。なんかあれはね、お笑い芸人とかの、そんな感じじゃない？エリートトレーナーの信彦が勝負を仕掛けてきた。2匹。エリートトレーナー厄介やな。さっきのもエリートトレーナーやったよね。お、エアオド。ってことはピカチュウでいけるね。いっけ、ピカチュウ。さあ、行くよ。ピカチュウはどうする？10万ボルト。ピカチュウ10万ボルト。効果は抜群だ。いいぞ、いいぞ。お、サメ肌、これもピカチュウでいけるやん。そのまま戦う。さあ、来い。このなんか、水ポケモンのさ、空中で止まっとる感じすごいよね。水の中じゃなくても大丈夫なんやっていう。はい、一発。サメ肌はかっこいいよね。お、アシレーヌがレベル62。エアームド、サメ肌。名前を呼ぶだけ。いろんな技を覚えられるポケモンは、それだけで相手のトレーナーを惑わせるのさ。まあ、なんかいろんなタイプの技とかね、覚えとったら、おーってなるよね。よし、行くよ。そういえば話してなかったね。あれ？話したっけ？あ、話しとった。お、ここにも。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。そしてアイテム。アリナはゴールドスプレーを見つけた。ゴールドスプレー。リーリーが。ん？何あれ？水中にもアイテムあるん？ポケモンライドをします。え、水中にもアイテムとかあるんや、すげえ。ほらほらほら。あ、なんか近づいてきた。ポケモン？おー、野生のホエルオーが飛び出してきた。目が見えない、目が。これ、ピカチュウでやったらやっつけてしまうよね。ホエルオー持ってないけんさ、捕まえたいんやけど。まあ、とりあえず、ポケモン。キテルグマあたりで行く？いやー、でも、アシレーヌ。アシレーヌで行けるんじゃない？ほら、レベル20違っとって、同じ水タイプやったら、そこそこな感じで止めれるんじゃないかなーと。塩水。おいし、それじゃあ、バブル光線あたりで、どうだろう。アシレーヌ、バブル光線。あ、ほら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 。これを、あと2回ぐらい繰り返したら捕まえれそうじゃない？なんか結構突き刺さりそうな感じの勢いやったけど、今の。ね。細い水があんだけの勢いできたらなんか穴開きそうよ。あ、ちょっと微妙？どうやろ、これで、これで、何ボールやったっけ？ハイパーボールでも使ったらいけるんじゃない？いけんかな？これもう一回やったらなんかやっつけてしまいそうな気がしてきた。あ、ダイブボール。水の世界で暮らしているポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボール。これで捕まえれるはず。さあ、来い、ホエル王。ホエル王はいいんやけどさ、私ホエル子持ってないんやけど。お、来た。このボールかわいいね。なんかそれぞれ、ボールのデザインがさ、ちゃんと違っとって面白いんやけど。さあ、これで新しく記録される。ホエル王のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。でっか。ホエル王。登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ホエル王、ウキクジラポケモン。とにかくどでかいので人気。ホエル王ウォッチングは各地で人気の観光プランなのだ。へえ、そうなんや。じゃ、ボックスへ転送。もうこの辺になったら野生のポケモンから40レベル超えとかなんやね。ね、このアイテムどうやって取ったらいいんこれ。あ、取れる。真上に行けばいいんや。アイナは闇の石を見つけた。え、闇の石って何？闇の石ってさ、なんか進化に使うやつとかそういうことかな。
どこに入っとんやろ。この辺？あ、多分この辺にありそうな気がするような気が。どこ？あった、闇の石。これこれ。ある特定のポケモンを進化させる不思議な石。闇のように暗い。闇の石なんか前までなかったよね。へえ、そんなんまであるんや。何タイプのポケモンを進化させるんやろ。悪タイプとかそういう感じ？あんなとこにもなんかアイテムあったら、普通に取り忘れそうよね。木の実をいただくことに感謝して踊りを捧げてます。そのための踊りなんや。そこの木の実を取ったってことかな。なんか山になっとったよね。ダンサーのカレンが勝負を仕掛けてきた。お、踊り鳥。え、なんかまた違うタイプの来た。ねえ、また違うタイプの来たよ。てか、その格好してんならフラダンスを踊る踊り鳥を連れておけよ。なんかほら、もう明らかにさ、あれじゃない？舞を踊りますみたいな感じの。日本舞踊を踊りますよみたいな感じの踊り鳥なんやけど。効果は抜群だ。うわ、もうほら。倒れ方までちょっと、しなやかな動きで。勝つための踊り忘れてしまいました。ダメやん。昔の人々は踊りでカプタして心を通わせたとか。へえ。なるほど、掲示板。フェスサークルには金の王冠や銀の王冠を手に入れられるお店があります。集めて集めて、レッツすごい特訓。すごい特訓ってなんかアホっぽい。ホズの実。なんかね、木の実もさ、よくわからん木の実がいっぱいあるよね。よろぎの実。そして、ホズの実。以上かな。よし。で、ここのアイテムが取りたいんだけど。違う。降りたいの。よし。アユナは不思議な飴を見つけた。あ、なるほどね。もうちょっと前に出んといかんのやね。んで、あとは、こっちは進んでいけそうにないね。この人は戦った。てか、どこに行けばいいのこれ。とりあえずこっちに。また木の実を食べていたポケモンが飛び出してきた。誰だ。あ、魔剣カニはもう捕まえてるんだよね。そして横取りするっていうね。ヤタピの実。なんか昔ってさ、モモンの実とかさ、お盆の実とかさ、そういうのしかなかったことない？オレンの実とかさ、なんか今すごいいっぱい種類あるよね。ソクノの実、さっきからなんか知らん実しかないんやけど。ふい、そして、はっ、あ、アイテム。アイナは満タンの薬を見つけた。はっ。どこへ向かえばいいのかがよくわ、あ、ジガルデ。ジガルデって何？ポケモンよね、多分。お、野生のトリトドンが飛び出してきた。トリトドン。全く知らないポケモンなんだけど。何系なんだろう。うわ、効果なしやん。効果なしって何？地面系とかそういうこと？アシレーヌ。でも違うね。効果ありぐらいなんや。まあ、この子捕まえたことないけん。まあ、見たことないけん当たり前なんやけど。とりあえず捕まえたい。てか結構でかくない？バブル光線。アシレーヌバブル光線。水タイプ？いや、水タイプやったらピカチュウ効果なしなわけないよね。うわぁ。効果抜群やん。何？草系？何系ですか？攻撃できてないし。ムーンフォース。おぉ。めっちゃギリギリ。めっちゃギリギリでとどめた。ああ、やばい。いや、でもそれは水系の技か。よし、これで。捕まえるよ。この子は何系かちょっとよくわからんけん。ハイパーボール。あった。ハイパーボール。よし、来い。ハイパーボールが無駄になったらちょっと泣く。よし。やった、トリトドンを捕まえたぞ。何系だ。
ヒテレグマがレベル68に上がった。そしてトリトドンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、何かの進化系なんや。トリトドン登録完了。何の進化系かもよくわからないよ。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。しかも見たこともないよね。トリトドン、ウミウシポケモン、東の海。生まれた海とは違う場所でトリトドンを育てるとどうなるか実験が行われている。え、これってあれなん？オスとかメスとかない？どっちの性別にもなり得るんや、すげえ。ほら、ここにジガルで。え、違う違う違う、ちょっと待って。もう一回、後でちゃんと読むけん。不思議な生き物がジガルでキューブに吸い込まれた。そして、なんて、お得な掲示板これ。読めねえ。お得な掲示板。ポケリゾートにあるポカポカリゾートには、卵を預けることもできます。ポケリゾートにも預けれるんや。バコの実を手に入れた。そして、カシブの実を手に入れた。なんかさっきから、シラミが続々と出てくるんやけど。ハバンの実を手に入れた。何種類あるん、木の実。んで、あ、なんかこっちの方村あるやん。村？町？お、なんかトレーナー。シェフじゃない？食材探しかな。ポケモンと力を合わせて木の実集める合間に、ささっと勝負ですね。あ、木の実私めっちゃ集めたけど。取って終わっちゃったかもしれない。コックの三つおが勝負を仕掛けてきた。お玉に乗せるな、お玉に。お、パラセクトー。もうこの子がキノコやん。よし。パラセクトってことは？このタイプでいこう。このタイプとかおったっけ？あやとうもり。おーし。ピカチュウ交代。一系やとうもり。サイピオ、パラセクトはあれかな？食材にはならんのかな？あ、毒も効くんやね。なるほど。ちょっと見てみよう。ヤトウモリ、ベノムショック。おー、すげえ。効果は抜群だ。いいね、いいね。なんか昔のゲームってさ、アブリボン、あ、アブリボンね。このまんまでいいよ。なんか昔のってさ、どの技を出しても同じような感じにしか見えんかったけんさ、こうやって一個一個技で全然違うよっていうのはいいよね。ちゃんとほら、弾ける炎は弾ける炎で、火炎放射はブワーって出るやん。いやー、かわいいアブリボン、やっつけたけど。ほんま堪忍ですせ。なんで関西弁？木の実は保存も効くやろ。海を食べすぎ我らにぴったりの食材ですせ。保存効くんや。知らんけど。でもとりあえずポケモンの世界では何かが腐ったことはない気がする。ポニーの鼓動。おお、なんだ、びっくりした。バンバドロ。モヒーン。言いにくい。ハプーおるんやね、ハプー。おらん？バンバドロさんお久しぶりですね。お元気そうで何よりです。いや、なんかそんな人間に話しかけるみたいな感じで話しかけられてもね。はぁ、トレーナーさんってすごいです。厳しい道だけでなく、ポケモンが傷つく姿も共に乗り越えて。お、出てきた。おや、久しいな、アイナ。それにリエリエか？はい、ハプーさん。お会いできて嬉しいです。見違えたの。なんだか全力を感じる。全力感じるかな？普通にイメチェンしただけな気が。はい。やるべきことがありまして、私の全力の姿です。おう、頑張るリーリエ。いわば、頑張リーリエじゃの。寒いよ。ハプーさん、シマキングさんをご存知ですか？シマキング？ポニーにはおらんのだ。そんなことって、どうしましょう、アイナさん。今なら大丈夫かな。空の穴から出てきた決体者が、ん？空の穴から出てきた決体者が可愛いポケモンの相手もしたしな。よし、遺跡に行こうぞ。リーレイたちもついてくるのだ。ムヒユン。なんか向こうの方にカイリキーが見える。そこの人がすごい気になるんやけど。アイナさん、行くしかないですよね。で、トレーナーですものね。行くに決まってますよね。行くよ行くよ。ん？お待ち。誰？
ひゃ。え、なになになになんか覗きようんやけど。普通のおばあちゃんじゃない？どなたでしょうか？ハプーのババアよ。お二人はあの子の友達かい？ん？ってことはここがハプーの家ってこと？はい、そうです。ほっほっほ、あの子も友ができましたか。島を巡り、出会いが生まれる。喜ばしいね。お腹帰り気近づいてきたし。お二人、遺跡に行くなら良いことを教えましょう。ほら、ライドギアを貸してごらん。ん？なんだなんだ？向こうの方にジガルデが。おお、え？アイナのライドギアに帰りキーが登録された。やったー。道を切り開くには、巨石を押すのですよ。そういえば前にさ、どこか忘れたけど、なんか、お墓の前でさ、カイリキーにこう抱えられておった人がおったよね。旦那の墓参りに来たってよって。お二人に未来あれ。未来はありますよ。そうそう、ハプーが向かったのは悲願の遺跡。道をまっすぐ行くと、ポニーの荒い磯といってね、地面の色が濃くなります。そこをさらに進むとありますよ。いろいろ教えてくださってありがとうございます。あそこにアイテムも落ちてるな。悲願の遺跡。ポリの守り神であるカプレヒレさんがいるところですね。では参りとしましょう。やっぱり遺跡には詳しいな、リエリエ。そしてもうなんか走っていくし。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。